welcome back to my channel! エリカです。今日はタイトルにあるように、ドイツにはない日本の素晴らしいところ、5選、話していきたいと思います。でも、日本に来て7年目になるんですけど、細かいこととか、日常でも、わ、これ本当に日本の素敵なところだなって感じる部分が多々あって、そういうちょっとゆったりとした、動画を今日撮っていきたいなって思います。ぜひ最後まで見てってください。一つ目、お冷や。で、お冷やっていう言葉自体私は日本に来た時に初めて知って、もうそれぐらいね、お水がタダで出てくる。すごい滑舌悪い。お水がタダで出てくるっていうのが、本当に、うわ、素晴らしいみたいな、もう、やっぱ水って無料であるべきだよねって思う瞬間が多いんだけど、日本にいると、なおさら、そのおもてなしというか、あ、すごいいい文化だなって思うことが本当に多くて、どんなに暑かったり、どんなに寒かったりしても、どこに行っても、とりあえず水は出してくれる。そんなところドイツ探してもないよ。ないし、当たり前にしない方がいい。当たり前に水が出てくるっていうのは、普通だったら有料だからね。ペットボトルとか瓶で必ず1本は頼まなきゃいけないし、そんなね、おかわり自由で水がどんどん出てくるなんて本当にありえない。だからそういう面では日本っていいなって思います。で、2つ目は、うどんとかラーメンの自動販売機。あんまり買ったことはないけど、もうラーメン好きな人って本当にたくさんいて、やっぱりそういうラーメンファンだったりとか、麺が大好きな人にとったら、もう天国なんじゃないかなっていうぐらい、もう気軽に800円とか、まあ、最近ちょっとどんどん値上がりはしてるけど、ワンコインとか入れて、まあ、ラーメンが食べれるって、日本だけ考えた人すごいなって思います。うどんとかね、そばとか、もう最近だったらお汁粉とか、もういろいろありますよね。どん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 新しいものが出てきて、どん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 新しいアイデアを出してくる人がいるから、もう日本もどん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 進化していくっていう。だからそういうのがヨーロッパにもあったら、すごい爆発的に売れそうだなって思います。で、三つ目は、公衆トイレ？公共トイレ？ん？トイレがどこにでもあるっていうのが、もうドイツだと考えられない。まあ、駅にはね、もちろんあるけど、有料のところが多いし、綺麗じゃないし、探さないとない。公園でもそうだけど、あそこに行ったらあるだろうなとか、コンビニ行ったらあるとこはついてるじゃない？だから、あそこに行けばトイレ行けるなとか、なんか安心感があるなってすごく思います。ドイツにいた時どうしてたんだろうって今考えると、ちょっと思い出せないんだけど、どうしてるんですか？皆さん。ヨーロッパに行った人とか、私はどうしてたんだろう。で、本当はマックとか、なんかそういうとこに行かないと、トイレってなくないですか？はい。で、四つ目が飲み放題プラン。飲み放題プランって本当にどこ探してもなくて、で、普通だったら何杯とか5杯とか普通に単品で頼まないとアルコールっていうのは飲めないけど、なのに日本って本当にコスパよく3000円とか、まあ、大体3000円だよね。高いところで5000円とかするとこもあるかもしれないけど、大体は3000円とか料理と飲み放題合わせて、まあ、4,000〜5,000円ぐらいするとこが多くて、あ、すごいコスパいいなって、これ考えた人本当にすごいなって思います。ドイツだと、そう、全然見かけない。パーティープランって言っても、もう結構高いし、そういうバースデープランって言って、誕生日会を主催するときに、そういうもうパーティープランって結構大人数の分でしか予約ができなかったりとか、ラックごと瓶ビール買って持っていくだったりとか、そういう感じで飲み放題しかないから、なんかレストランに行って飲み放題プランがあるって、わ、すごいなって、改めてちょっと感動する部分でした。最後は、結構ドイツって、家族とか友達と一緒に外食することが多くて、なんかいつも誰かと一緒にいなきゃいけないなっていう生活をしてたんだけど、日本に来てから、なんかもう一人用の居心地の良さにすっごい感動しちゃって、ラーメン屋さんに行っても必ずこう仕切りがあったりとか、カフェに行っても別に一人でちょっと入って出てとか作業してとか、なんかその一人用の席がちゃんと整ってるっていうか、みんながこうコンフォータブルって言って快適に過ごせるようにこう作られてるっていうのが、わ、さすが日本って思う瞬間でした。今は一人行動とかもすごい増えて、一
一人でカフェで作業したりとか、そういう瞬間がすごい好きで、ドイツでは全然そういうことできなかったな。いつも周りの目気にして、あの子一人だなとか、あの子一人でご飯食べてるとか、なんかそういうのばっかり気にしちゃって、日本に来てからなんかすごいそういう一人用の一人文化というか、一人でも全然安心してどこにでも行けるっていうのが、わ、素晴らしい国だわ、平和だなって思う瞬間でした。日本もいいところと悪いところって必ずあると思っていて、日本の悪いところばっかり発信しないでっていうコメントがある時もあるんだけど、なんか私は日本が嫌いっていうよりむしろもう大好きで、外から見た視点というか、外にいたからこそ日本のいいところも悪い部分ってわかるんだよね。そういうところに気づいてる人がどん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 発信したりとか、どんどんそういうところを良くしていかないといけないなっていうふうに思っていて、私のチャンネルではもちろんいい部分にフォーカスを当てて、ドイツのいい部分と日本のいい部分どちらも一緒に発信していきたいなって考えてます。もちろんね、何かを発信すると必ずジャッジされたりとか、必ずそういうものってつきものだと思ってるし、皆さんの意見とかもちゃんと取り入れて聞きたいと思ってるので、ぜひコメントもしてください。 Thank you so much for watching。 いつもありがとうございます。そしてまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。